タントン史上初の偉業を達成してみせる。MLB ロサンゼルス、ドジャースとニューヨーク、ヤンキースは現地10月25日、ワールドシリーズ、和第1戦に臨んだ。両投手が好投する中、ヤンキースの4番が一発を放った。今回のワールドシリーズは両リーグの MVP 最有力候補の大谷翔平、ドジャース、とアーロン、ジャッジ、ヤンキース、をはじめ、球界を代表するスター選手擁する名門球団同士の対決とあって、開幕前からメディア、ファンを中心に多くの注目が集まっていた。不安、外がセンターへのヒットで出塁すると、ジャンカルロ、スタントンが1対2に追い込まれてからの4球目を振り抜き、レフトポール際、ブルペンに着弾する特大ホームランに。打球速度 116.6 マイル、約 187.6 キロ、角度35度、飛距離412フィート、約 125.5 キロ、を記録した。これでスタントンは優勝決定シリーズ第3戦から4試合連続のホームラン。MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者によると、ポストシーズン4試合連続ホームランは史上初であり、さらに打球速度 116.6 マイルも2015年にスタッドキャストによる計測が始まって以降、ワールドシリーズ最速記録だという。また、この一発に地元メディア、ドジャースネーション、のノア・カムラス記者は X で、ジャンカルロ・スタントンは引き続きドジャースのキラーであり、プレイオフのヒーローでもある、と絶賛。スタントンはドジャースタジアムでキャリア通算打率3割9厘、10本塁打、試合前時点、と得意にしており、マイアミ・マーリンズ時代には場外ホームランを放ったこともある。スタントンがホームラン打っているのは、スライダー系の球が多いのに、外角狙ったのが内寄りになったのかな？フラハテは仕方ない。あれ以上の投球を期待するのは酷だ。1球失投するだけでここまで持っていかれるとは恐ろしい。ホームの大歓声の中の一発も痺れるが、アウェイの観客を黙らせる一発もまたかっこいい。ジャッジが調子悪いと安心してたらとんでもない大砲が待っていたな。不良再建とか言われてたけど、今年は自分でその評価を覆してるな。やっぱヤンキースの打線すごいわ。化け物の集まりやん。このポストシーズンに関してはジャッジよりスタントンの勝負強さが脅威。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。